スインガー TV、スインガーです<ッ>本日の試合、福岡ソフトバンクホークス対チバロッテマリンズ。結果は、5対4で、<laughs> マリンズビクトリー、えー、久々マリンズビクトリーって言いましたわ。はい。いやー、かったっす。マジで今日の試合は。まあ僕ね、 今日は5回の裏が終わったぐらいからね、えー、見ましたと。はい。前半ね、えー、まあ1球速報でしか見てなかったんですけど、なんや今日のゲームはと。半切れ状態でしたけど、そっから、えー、後半戦は急展開。見事にね、えー、終盤に点をもぎ取って、見事、逆転勝利 <laughs> はい。ということでね、えー、今日のね、試合の方を振り返っていきましょう。 今日の先発ピッチャーはね、えー、美馬選手でした。はい、いきなり4球で、えー、3点取られてしまうっていうね、はい。柳田選手にね、ホームラン打たれるんですけど、もう、もうくっそ、あんまいカーブをね、投げて、えー、スリーランホームラン。はい、細かいところまでね僕見てないんですけど、とりあえずね、美馬選手は、えー、ロッテの野手陣と、えー、ロッテファン、そして、 奥さん、そしてお子さんに感謝の愛を届けてください。はい。お願いします。はい。まあ、とりあえずね、三輪選手は最近お子さんが生まれたということでね、えー、本当におめでとうございます。はい。まあ、その調子でね、あのー、次こそは頑張ってください。先発が駒不足なんで、多分登録抹消されないと思うんで、え三、ー、輪選手。 あの、次の登板も敗戦水の陣で、あの、頑張ってください。はい。私からは以上です。とりあえず、えー、柳田選手のホームランと、あ,あと、近藤選手ね、えー、サスコン。以上。近藤選手にホームランを打たれた後に1点返します。えー、ワンアウト1 3,、3塁。 まあこの前のバッター安田選手がね、ちょっと空ブイ三振してしまって、ちょっとね、嫌な流れでした。はい、しかも得点圏でね、絶対にヒット打たないブロッソーなんでね、まあ果たしてここどうなるかって思ったところで、えー、犠牲フライで4対1、3点差。<laughs> 得点圏で、まあヒットを打ってほしいんだけど、まあ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 、とりあえずね、この1点がね、 え、結局、じわじわ効くボディーブローのように、え、効いた1点でしたと、結果的に。で、5回の裏、え、中村翔吾選手、これまたね、ワンアウト2、3塁、今度は2、3塁で、え、セカンドゴロの間に1点を挙げて4対2と、はい。え、そこでね、2アウト3塁の場面でね、ポランコ選手ちょっと三振倒れてしまって、まあ、ここちょっと残念だったんですけど、え、6回の裏、ワンアウトから、安田選手、ブロッソー選手、2連打、そして田村選手の、 え、センターへのチャイムリーヒットで4対3と1点差。田村選手さ、結構得点圏強いよね。勝負強いよね。えー、田村選手の得点圏の場面は本当に期待できます。はい。そして、岡選手。三遊間を抜くチャイムリーヒットで4対4と同点。ナイスパッチング。岡選手の良さが出ましたね。本当に痛烈な打球。 もう三遊間抜いて、もう打った瞬間ヒットでした。いやー、これは本当にでかかったですね。で、7回の裏ですね。今日もしっかりとお仕事していきます。翔吾選手のライト前のヒットで、えワ、ー、ンアウト一、塁。そしてツーアウト二塁となって、石川慎吾選手。ライトへの勝ち越し、チャイムリーヒットで、5対4と、逆転 <laughs> ナイスパッティング。いまだ、打率3割9分6厘。 これは素晴らしすぎる。イケメン。ピッチャーの方はですね、えー、7回からは、え坂本選手。ちょっとね、あの、ベースに当たってね、ちょっと不運なヒットになっちゃいましたけど、えー、耐えて耐えて耐え抜きましたと。で、横山選手ね、そう、8回ね、ペルトモ選手じゃなくて横山選手でした。えー、見事にね、抑えて、えー、ナイスピッチング。そして、増田選手も、えー、3人で抑えて、今日はね、逆転勝ち、本当に気持ちいい試合でした。拍手。 今日の試合こんな感じでーす、はいえー、ホーム初勝利ですね移籍後坂本選手でなんとね、えー、7億円のところは、えー、キャリア初の20号というね、はい、絶対プロスピードステータスライドラから高弾道に変わるでしょう絶対シーズン2から、はいまあ、その辺もね、まあ、ちょびっとだけ期待しておきましょうはいえー最初 今日ね、先発全員安打なんですよね。素晴らしい。今年ありましたっけ過去。ちょっとね、うん、あのー、思い出せないので、コメントなんかなんかでね、ちょっと、えー、今年の先発全員安打の試合をね、ちょっと教えてください。あ、セーブ戦だったっけなちょっと忘れました。はい。2番目。えー、今日ね、初回ペルドモじゃなくて、横山選手が、えー、出てきました。このなんかね、采配を見て、あ、 やっぱ勝ちに行ってるなってね、改めて実感しました。ペルドモン選手ね、最近なんか本当に、あのー、球が甘いっていうか、ちょっとね、明らかに様子がおかしかったんで、ここはさすが吉井監督、勝負に行ったなっていうのはあって、まあ勝負論だったなって思いました。はい。えー、3番目。えー、今日ね、山口選手がね、そう、スタメン出てなくて、今日試合に出てないんですよ。 本来、山口選手は、今日もスタメン出ないといけない選手なんですよ。でもやっぱりね、調子が良くないので、こうやってスタメン持ちになってるわけなんで、このまま終わっちゃいかんやろ。山口選手。今日ベンチから見てて、多分悔しかったんじゃないかなとね、えー、思います。はい。やっぱ、次のね、大阪まあ、地元じゃないですか。山口選手。地元にね、戻って、原点回帰していただいて、ちょっとね、 気合いいい入れてもらいたいなって思います山口選手の打撃が上がればね、絶対またチームの調子も上がってくれると思うんで、ちょっと大阪の3連戦は、山口選手にちょっとね、あのー、期待しておこうかなと思います。はい、で、はい、最後は首位オリックスということで、ホークス相手に2勝1敗と、えー、勝ち越すことができたんですけど、 オリックス、実はね、スイープしてます、このカード。厳しい戦いにはなりますよ。まあ、や、明日の先発ピッチャー、まあ、タネイチ選手、最近めちゃめちゃいいんですけど、山崎サチ選手ね、今年結構いいんよ。いい悪いの差がね、なんかなくなってきたから、いよいよサチラもね、やっぱ、良くなってきたね。裏ローテも本当に素晴らしいですし。そう、今年さ、ワーニンがめっちゃいいんよ。 防御率が 0.96? なんか最近のワーニンはねあ、劇場もしなくなったんでね、本当に打ち崩したいですよね。まあ、まずそういう平野選手を出てくるような場面を作らないっていうのがね、一番大事なんですけど。まあ、やっぱりね、え主、ー、位のオリックスなんで、やっぱり勝ちにこだわっていきましょう。もうそこは変わらず。そして、えー、3位のね、 え、ゲーム差をどんどんね、とりあえず話していきましょう。はい。えー、今日はもうこの辺にしておきます。以上、スインガー TV でした。